改めまして皆さんおはようございます。8月21日水曜日のウェザーニュースライブモーニング、小川千奈が担当しています。よろしくお願いいたします。さて今日は水曜日ということで皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日も暑いところが多くなりそうです。ファイト、頑張っていきましょう。ありがとうございます。早起きしました。今日は久しぶりのモーニングということでまたちょっとね一つ一つ確認しつつやっているんですが、今日はいろんな日でもあります。はい、そしてですねここでお知らせがあるんですが、今日は皆さんの朝ごはんを見ていくコーナーをこの番組のもうちょっと先でやろうと思っています。ご飯でもパンでも大丈夫ですので、今日の皆さんの朝ごはんぜひライフスタイルリポートで送っていただけると嬉しいです。はい、皆さんの朝ごはんちょっと覗いてみたいなと思いまして、やっぱりモーニングってどうしても情報量が多い番組ではあるんですけど、ちょっとこうねホッとできる時間も作りたいなと思って、今日はスタッフさんにお願いして皆さんの朝ごはん覗かせていただけませんかとお願いしました。何ですか、ヨーグルトをご飯にかけるんですか、スタッフさん。え、違います。あ、フルグラ食べてきたんですか。いいですね。あ、フルグラ食べた方がいらっしゃる。あ、びっくりした。スタッフさんがヨーグルトをご飯にかけてるのかと思いました。ヨーグルト、あ、バレちゃいましたか。今日のコーナーウェザーライスということで、はい、今日のウェザーライスというコーナーを実は今日やっていきたいと思っています。そうなんです、スタッフさんに持ち込んだらちょっと成立しまして、今日のウェザーライスというコーナーこのモーニング内でやっていきたいと思っていますし、でも今日のウェザーライスと言いながらもご飯でもパンでもパスタでも、もうグラノーラでも何でも大丈夫ですので、はい、今日のウェザーライスのコーナーマックでもいいですね。いいなー。でもそうなんですよね、モーニング終わっていくとまだ朝マックの時間帯なので私も大好きなんですが、ぜひ皆さんもどんな朝ごはんを食べているのか教えていただけると、牛丼でもウェザーライスです。ナイスウェザーライスということで、皆さんから届いたリポートはこの後、何時台というのも言った方がいいですかね。6時30分台に、はい、6時30分からのブロックのどこかでウェザーライスのコーナーをお届けしていきたいと思いますので、それまでに皆さん、ぜひねウェザーライスのコーナーのために朝ごはんを食っていただけると嬉しいですし、あとはもちろん朝一リポートも皆さんお待ちしていますので、あ、サラダチキン食べちゃった。明日もねお天気に余裕があったらやりたいなって思ってるんですけど、ぜひ皆さんも朝ごはん教えていただけると嬉しいです。皆さんおはようございます。8月21日水曜日です。時刻は8時を回りました。ここからはウェザーニュースライブサンシャインをお届けしていきます。担当は青原桃香です。どうぞよろしくお願いいたします。引き続き生放送で最新の気象情報を中心にお伝えしていきます。そう、朝食は茶碗蒸しでした。おはようございます。茶碗蒸しでした。茶碗蒸しって言っちゃうんですけれど、茶碗蒸しですよね。茶碗蒸しそう、きっと違うんだろうなイントネーションと思って修正したんですけれど、茶碗蒸しですね、うん、あれ茶碗蒸し、はい、はい、茶碗蒸しですね、うん、茶がちょっと上がっちゃうんですけれど、最近は大抵文字の頭が上がっていると違うということが多いので下げって言うことが多いんですけれど、やはり茶碗蒸しですね、うん、茶碗蒸しか分かんなくなっちゃいました。茶碗蒸しで入ってますかね茶碗蒸しです、うん、茶碗蒸しですね茶碗蒸し、ありがとうございます。今日はしっかりと朝ごはんも食べてきました。あ、下げる方ですと岐阜の方からいただきましたね。そう、イントネーションね難しいです。そんな茶碗蒸しを食べてきたんですけれども、
元気もりもりでタンパク質がしっかり入っているっていうようにパッケージに書かれていたので、朝ごはんにとってもいいなと思って、今日はしっかりと大きめなので、全然ボリュームもありました。ぜひ皆さんもこの時間帯しっかりと朝ごはんを食べていただいて、あ、二輪干しのイントネーションわかりやすくありがとうございます。二輪干し、茶碗蒸しですね。あ、覚えやすいです、ありがとうございますすごくわかりやすいですね。あ、茶碗蒸しって10回ね、ちょっとね裏で練習しておきますみりん干しのイントネーションですね。すごくそれ分かりやすい。ご飯ね、茶碗蒸し茶碗蒸しって言ってる間にね、どんどん変わっていく可能性もありますのでね、何度も練習しておきたいと思います。そして昨日のお話なんですけれども、モーニングの時間帯、山口さんと秋が近づいてきているかどうか、感じているかどうかというお話からセミのお話になりまして、チクチク帽子が最近鳴き始めたよということを山口さんからお聞きしましたそう、私昨日実際に聞きに行きたいなと思ってあたりプラプラしていたんですけれども、あ、いなかったんですよね。まだミンミンゼミとかが優勢でチクチク帽子の鳴き声は聞こえずあ、時間帯ですかね、夕方とか、確かにちょっとこう辺りも暗くなり始めてより涼しくなってきた時に鳴きますかね。うん、そしてチクチク帽子の鳴き声、皆さん想像できますかねチクチク帽子、チクチク帽子、チクチク帽子、いいよいいよいいよいいってなるじゃないですかそう、いいいいって最後ね、わかりますかね、あのいいよいいよってに切り替わった瞬間がすごい好きなんですよ。で、好きなパートなんですけれど、ちなみに山口さんはチクチク帽子、チクチク帽子のこういろんな子がみんなで一斉に泣いてるという瞬間が好きみたいで、なんていうんですかね、そういう歌のパートで言うと、こうセッションというか、そうハモリですかねのパートが好きみたいで人ごとにね、おすすめの推しのパートが、あ、 A メロですね、そうあ、 B メロね、好きですよねいいよが B メロですよね。あ、そうか、サビがチクチク帽子、うん、難しい人によって違うかもしれないんですけど、そう、私は盛り上がるところはいいよっていうところかなと思うのでサビかなと思うんですけれど、人によってもこう最初のところが盛り上がるポイントという方もいらっしゃるかもしれない。あ、惜しいのところ、山口さんもおっしゃってましたそこが好きとね言っていました、うん、皆さんもお好みの場所があるかと思うんですけれども、現在アプリの空ミッションでは、あ、6時に終わっていたんですね。先ほどまで空ミッションでね、セミを鳴いてるかどう、セミが鳴いてるかどうかお聞きしていたんですけれども、皆さんからそのセミリポートを今までにいただいておりました。実際にご紹介していきたいと思います。こちら富山県富山市の方からです。あ、皆さん泣いてるの聞こえますかね。あ、今 A メロですね。この後、あ、ここいいよいいよいい。そう、最初は山口さんが好きなパート、途中からサビが来ましたね。うん。まさかのいいよって聞こえないですかね。あ、いいよ、いいよ、いいよ、いい。聞こえないですかね。聞こえないという方もいるかもしれないんですけれど、私はもう昔から
いいよいいよっていう風に聞こえるので、そうこれなんですよ、これを早く聞きたいんですけどまだ見れていなかったのでありがとうございます。みんなでね、いいよ聞く会を開いていきましたけれども、もう一枚いただいております。今度は秋らしい声のリポートです。福井県大野市の方から。はい、聞こえますかね。あー、セミとコオロギの鳴き声、つくつく帽子も鳴いているそうですよ。あー、この時間帯好きなんですよね、この夕方頃のね、秋を感じてくるよね、ね、この季節のこの時間帯すごくね、心落ち着きませんか。昆虫は。そう、冒頭から皆さんと一緒にセミの鳴き声を聞いていますけれど、秋感じますね、セミしぐれといった感じで、本当に秋ですね。そう、コオロギのね、こう鳴き声も加わっているところがいいですよね。もう自然のオーケストラという感じです。あ、キリギリスが鳴く頃ですね。あ、トンボも増えましたかね。あー、見ましたかね、トンボ。私はこの辺りではまだ見れていないので早速探していきたいとは思うんですけれども、だんだんと皆さんから秋の便りなども届いておりますね。こんにちは。8月21日水曜日、時刻は11時を回りました。ここからはウェザーニュースライブコーヒータイムのお時間です。本日の担当は松雪彩香です。よろしくお願いします。さて、今日もですね、高気圧に覆われてこの時間も広い範囲で晴れております。今番組をご覧の皆さんのエリアの暑さとしてはどうですか。カラッと暑いのか、ムシッと暑いのか、おそらく蒸し暑いという地域が多くなっていると思います。この辺りも結構こう晴れたり曇ったりしていて、やはり雲が広がってきても気温はそこまで落ちないので暑いままですし、日差しが届くと本当に蒸し暑いですし、あ、そういえばセミの声がちょっとずつ元気がなくなってきているような気がしますね。蒸し暑いですと八王子の方から、あ、はい、袖ちぎりました、もう暑いので。でもね、そうそうそう、朝悩むんですよ。私は割と朝早い時間帯に家を出るので、結構もう朝は涼しい日も出てきていたりして、なので朝から袖なしだとちょっと電車にずっと乗ってたりすると寒いなとかありますよね。これから先どんどんね、秋らしさもきっと出てくると思うので、そうなるとまた服装に悩まされる日が続いてしまいそうです。日暮らしもいなくなりました。早くないですかね。え、そんなに私日暮らしの声を堪能していない気がする、まだ聞いてない方も中にはいらっしゃるかもしれないですし、あと昨日話がどんどん飛んでしまって申し訳ないんですけど、夕方すごく月が綺麗で、月の出が確か今は6時半前後だったかな。外に出たタイミングでパッと見たら、まだ比較的低い位置にいるほぼ満月を昨日の夜見ることができました。すごく綺麗で、ちょっとオレンジっぽさもあったかな。おそらく2日前が満月だったと思うので、今だんだんそこからは欠けてきているんですけれども、今夜もね、晴れている地域の皆さんはぜひご覧いただきたいと思います。あ、綺麗だったとやっぱりコメントいただいてますね。こんにちは。8月21日水曜日、時刻は14時を回りました。ここからもウェザーニュースライブアフタヌーン、山岸愛理が担当します。よろしくお願いします。3時間生放送で午後から明日にかけてのお天気を中心にお伝えしていきます。
平日のこの時間帯覗いている方、昨日はお仕事中に、隙間時間で見てくださっている方がいらっしゃったようなんですけれども、今日も午後お帰りの時間のお天気を中心に明日にかけて見ていきたいと思いますので、今日もあちこちで雨雲発生発達しやすい状況となりそうです。最新のお天気の情報はウェザーニュースライブアフタヌーンでご確認ください。気象予報士試験今週末ということで、もしかしたら今追い込み期間中でなかなか余裕がない方もいらっしゃるかもしれませんが、どうでしょうかね。結構ねこの番組はお天気好きな方が集まる印象なので、試験受けてきましたよっていうのが毎回報告コメントっていうのがいただくんですけれども、楽しみながら、空を楽しみながら、頑張っていただきたいななんていうふうには思います。でね、あとは先ほど花火鑑賞士のお話がありましたけど、最近ね花火鑑賞士受けるんですかっていう質問すごいいただくんですけど、花火鑑賞士はですね、昨年すごいテンションが、受けたいって思っていたんですけれども、ちょっとねまだ先のスケジュールがわからないのと、私はそのあたりで仕事が入る可能性があるので、ちょっとスケジュールがそもそも読めないっていうのもあるんですけれども、ね、いつか受けたいなっていう気持ちはありますね。花火はですね、昨年から、この番組で配信が特に多くなりまして、そこからですね、昨年花火が全然ね、花火の配信って楽しいんですけれども、なかなかね1時間とか花火でトークをつなぐって難しいななんていうふうに思う場面も多かったりしたので、なのでもっとね花火のことを知りたいなと思って、そこから、いろいろ調べて本を買ったり YouTube で動画を見て勉強していたんですけれども、加藤演歌さんというね花火会社さんがですね YouTube 動画で花火の見方について出してくださっていて、あ、花火ってこんな風に作られててこんなところが難しいんだっていうのが分かったら、なんとなくね、その何でしょうか、その作っている人のこう言葉が届くと、よりそのどんな思いで作られていて、どんな苦労があってっていうのを知ると、花火一つ一つがすごく大切なものなんだなっていうのが伝わってきて、今までもねもちろん花火は大好きでしたし、綺麗だななんていうふうに毎年のように花火大会行っていましたけれども、よりね楽しいっていう気持ちが強まったので、今年はね本当に週末花火配信ばっかり見ていますね。なので、資格は別にあってもなくてもどっちでもいいかなとは思っているんですけれども、暇だったら行くかもしれない、ちょうど休みだったりしたら行くかもしれないくらいの気持ちではあるんですけれども、でもねもっともっと花火の魅力を知りたいなと思いますし、わからないこともたくさんあるのでね、これからもウェザーニュースの YouTube で行われている花火配信は定期的に見て、この大会はこんなところが面白ポイントなんだとか、あ、こんな花火も打ち上げられるんだなんていうのをね、いろいろ見て楽しん でそれをまた皆さんに伝えられたらいいななんていうふうに思っています。夏の風物詩でもありますので、一緒にねこの番組 YouTube チャンネル登録していただきますと、本当に最近毎週末のように花火配信をお届けしておりますので、またね一緒に見上げて楽しんでいただけたらななんていうふうに思います。解説までは多分花火鑑賞士を、勉強してもしなくてもできないと思うんですけど、作る側ではないので、でもねなんかこう少しポイントが分かったりするとより楽しいななんていうふうに思いますので、またね、今後も一緒にこの番組の中で楽しいっていうところも大切に、そして雨が降っている地域の状況はしっかりとお届けしていけたらなと思います。星空の方もよろしくお願いしますとそうですよね、星空の話がこの番組だとなかなかできないので、最近は毎日雨の話ばっかりしているんですけれども、だね、皆さんに空を見上げていただくきっかけ作りができたらと思っております。こんにちは、8月21日水曜日、時刻は17時を回りました。ウェザーニュースライブイブニングのお時間です。担当は小牧優衣です。よろしくお願いいたします。生放送で最新の気象情報を中心にお伝えしてまいります。週の真ん中ですね、水曜日、皆様今日はいかがお過ごしでしたか。8月もいよいよ下旬に入りまして、
残暑が続いている中で皆さんもね暑さ対策しっかりされているかと思いますが体調管理、ね、万全になさってください。この時間帯は今夜から明日の天気を中心にお伝えしていきますが今日も広い範囲でよく晴れています。ただ関東から東海地方など湿った空気の影響を受けて大気の状態不安定になっておりますので急な雨雷雨に注意をしてください。はい、コメントもありがとうございます。夏っぽいですか？まだまだ残暑が続いているので袖はね本当はこれぐらいまで切りたいところなんですけれども私生活では私服は割とねもうノースリーブで過ごしております。まだ夏服は活躍しそうですね。とはいえ店先を覗くともう秋服がたくさん入ってきてですねやっぱりお盆を過ぎてくると今度は秋冬のねお洋服ジャケットなんかももう列に並んでますよね。先日そういったアパレルのこうお仕事をですね少しさせていただいたんですけれどももうずらーっと並んでいるお洋服は革ジャンとかあとはしっかりとしたジャケット厚手のニットとかねそういうお洋服を着て暑い中での撮影だったんですよもう汗びちょびちょにかきながらでもあ秋のねお洋服ちょっとこっくりとした色合いとかあとはもこもこした素材感楽しみだなって早く涼しくなってほしいなっていうのをね感じました。もうダウンジャケット置いてるんですかそれは暑いですねさすがユニクロさん先取り先取りで早いですね。まあ、おしゃれはね暑さも寒さも我慢なんて言いますけれども、はい、素材感などからねちょっとした季節の先取りをね進めてみてもいいかもしれない。夏物セールも確かに始まりましたね。はい、そういうの狙ってもいいかもしれないですね。はい、まあ、そんな生活に関するウェザーリポートもライフスタイルカテゴリーでお待ちしておりますのでぜひご報告いただければと思います。